エイドリアン・エムリス・ストリートは、サウスウェールズ出身の元プロレスラー。イギリスで活動後、1980年代にアメリカに渡り、ゲイギミックのペイントレスラーエキゾチック、エイドリアン・ストリートに変身。異色のヒールとして、太平洋岸や南部を中心に活躍した。少年時代からボディビルディングで体を鍛え上げ、その肉体美と要望を買われ雑誌のモデルにも起用されていた。 ロンドンの YMCA にて、レスリングのトレーニングを積み、1957年8月8日、憧れていたドンレオ・ジョナサンにあやかった、キッドターザン・ジョナサンのリングネームで16歳でデビュー。その後、ネイチャーボーイ・エイドリアン・ストリートを名乗り、バディ・ロジャースに影響を受けた金髪ヒールとして、1960年代から1970年代にかけて、デイル・マーティンズ・プロモーションズを、 主戦場に活動した。1970年代前半は同タイプのボビー・バーンズとのタッグチーム、ヘルズ・エンジェルズでも活躍し、ロイ・アンドとニー・セント・クレアのセンセーショナル・セインツなどと構想。エンジェルズ解散後は1976年と1979年に世界ミドル級王座を獲得している。1981年に英国を離れ、 スチュハートンの主催するカナダカルガリーのスタンピードレスリングやオットーアンツの主催するドイツ・オーストリアのクアなど海外に進出。クアではスティーブ・ライトやミレツルノと対戦した。1982年、エキゾチック・エイドリアン・ストリートのリングネームでカリフォルニア州ロサンゼルスの NWA、ハリウッドレスリングに登場。妻のミス・リンダをマネージャーに従え、 ケバケバしい化粧とピックテール風の髪型という、ヘアメイクは施し、試合中も、対戦相手やレフェリーの尻を愛撫し、キスを迫るなど、ゲーギミックのキャラクターを確立する。同年3月14日には、スイートブラウンシュガーから、NWA アメリカスヘビー級王座をダッシュ。タックでは、ダイヤモンドティモシーフラワーズと組み5月に、クリス・アダムスリンゴリーグビー、8月に、 マンド・ゲレロヘクター・ゲレロを破り、アメリカスタック王座を2度獲得した。ロサンゼルス地区の総本山だったオリンピックオーディトリアムでは、ザ・バトル・オブ・ザ・アンディフィーテッドと名打たれたミルマス・カラスとのシングルマッチも行われている。1982年末からは、テネシー州メンフィスのクアに参戦。ジム・コルネットのヒールユニット、 コルネットダイナスティに加入し、スコットランド出身のビル・ダンディを相手に構想を繰り広げた。1983年は、フロリダの CWF に進出し、イライジャー・キームをボディーガードに従えて、ダスティ・ローデスと構想を展開。エキゾチック・エイドリアンのキャラクターは、ダスティの息子ダスティンにも大きな影響を与えた。1984年は、 テキサス州サンアントニオの SCW を経て、ドリー・ファンク・ジュニアの招きで、NWA ミッドアトランティック地区のジム・クロケット、プロモーションズに参戦。フロリダでのダスティローデスとの異婚試合を再現し、和風マクダニエルや、ジミー・バリアントとも構想した。一時ベビーフェイスに転向して、彼らとタッグを組んだが、再び、ヒールターンして、ビルワット主催のムズウィに登場。 1984年9月26日に、テリー・テイラーを破り、ミッド・サウス・ティー・ビー・を獲得した。同年の末からは、メンフィスのクアに戻り、ランディ・サベージとの交想を開始した。1985年下期より、アラバマの CCW に定着し、7月15日に、オースチン・アイドルから、NWA ・サウス・イースタン・ヘビー級王座をダッシュ。 翌1986年もノーベル・オースチンやウェンデル・クーリーと同王座を争い、1987年4月10日にダッチ・マンテルに敗れるまで通算4回にわたって退官した。その後はリップ・タイラーがガルフ・コースト地区で旗揚げしたワオに参戦。1991年はダラスの GWF に単発出場し、バディ・ランデルやキング・パーソンズと対戦した。 引退後は、フロリダ北部のガルフブリーズに居住。以降もレジェンド選手のリユニオンイベントやレセプションに顔を見せており、NWA レッスル、バーミングハムなどアラバマのインディー団体にもゲスト参戦している。また、プロレスラー養成所スカルクラシャースレスリングスクールのトレーナーとして、更新の指導に携わり、自身のデザインによるリングコスチュームの販売なども行っている。 2019年にはドキュメンタリー映画 u Maybe Pretty, b u t I Am Beautiful, The Adrian Street Story が公開された。ありがとうございます。